愛知県第9区は日本の衆議院における選挙区である。1994年の公職選挙法改正で設置。民主王国の愛知県内では数少ない保守地盤であり、1996年の第41回衆議院議員総選挙から2005年の第44回衆議院議員総選挙まで回復都市が元首相としての抜群の知名度から、 選挙区当選を続けていた。近年は名古屋のベッドタウン化が進んだ影響で無党派層が増加し、2003年2005年と連続で民主党の岡本光則が比例復活していた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では自由民主党への逆風や多選、高齢批判により、回復が破れ、岡本が選出された。 首相経験者が落選したのは、1963年の第30回衆議院議員総選挙における、石橋丹山、片山明両元首相以来46年ぶり、自民党総裁経験者としては、石橋以来二人目である。2012年12月に行われた第46回衆議院議員総選挙では、愛知県議を辞職した自民党の長坂厚生が出馬し、 岡本を破り初当選して、以降、当選を続けている。第48回衆議院議員総選挙愛知県第9区解散日、2017年9月28日、投票日、2017年10月22日当日、有権者数、43万5193人、最終投票率 51.、51.95%第47回衆議院議員。 総選挙愛知県第9区解散日、2014年11月21日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数、42万4434人、最終投票率 50.、50.80%第46回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、2012年11月16日、投票日、 2012年12月16日当日、有権者数、423,038人最終、投票率 58.、58.00%第45回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、2009年7月21日、投票日、2009年8月30日当日、有権者数、421,977人、最終投票率、 70.3%第44回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、2005年8月8日、投票日、2005年9月11日当日、有権者数、417,340人、最終投票率 67.、67.15%第43回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、2003年10月10日、投票日、 2003年11月9日、当日有権者数、41万4797人、最終投票率 57.、57.89%第42回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、2000年6月2日投票日、2000年6月25日第41回衆議院議員、総選挙愛知県第9区解散日、 1996年9月27日投票日1996年10月20日ありがとうございます。